まあいい。来た、よし。はい、はい、はい、どんだ、はい、はい、はい。まあまあ、クロサロー。1、2、3、4、いけるのこいつ。他の2、3、5、3、4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 、3
調子に乗るとこうなるんですよね。トーン、おーし、来た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 、壊れた、オッケー来た。この光った時今かっこよかったな。超級武神破山って感じだった。はい、よし、オッケー、どうだ、よし、これで終わったか。あ、終わった終わった終わった、いけたー。わー、なんとか勝てた。めちゃめちゃしんどかったぞ。おお、なんかいっぱい落とした。ライネルの角、リンク、ありがとう。おかげで神獣の放水は止まったぞ。けど、君がやらなきゃいけないことはここからが本番なんだろ。幸運を祈っている。ゾーラの里でまた会おう。待ってるぞ。するんだ。行ってきまーす。残りの制御端末。お、またガーディアンや。不意打ち。はい。あ、硬いぞ今度は。お前結構硬いな。よし来い。横投げ？違う。縦切りだ。普通に攻撃してもいいよね。あ、ガーディアンナイフだ。ボーン。お、今回はネジとバネか。ん？どうしたらいいんだ。あ、あそこになんか呪われた。ん？あ、なんか。ん？あ、端末があるぞあそこに。でも光ってない。なんかしないと使えないのかな。宝箱は回収できた。あ、これいけそうじゃない。あ、違うか、これ別の場所。銀ルピーうまいな。しかしお金は結構貯まってきたぞ。他行ける場所ないかな。もうちょっと下に探索に行ってみるか。あ、わかった。これはあれか、アイスメーカーで開けるのか。なんだ、簡単に開けれるじゃん。えらいうろうろしたぞ。ケイ、テリテテリテティン、これか。これでマップ情報を確認すると。シーカーストーン認証、マップの入力を開始。テテテテ、これでやっとマップを入手できるってことか。なんだ、アイスメーカーのあれ、いつも忘れるな。下から押し上げるってやつ。ポチャーン。テリリリン、テリリリーン。おお、増産マップだ。ん？現在の位置が、神獣操作が使えるようになりました。何神獣操作って。鼻を動かす。A ボタン。鼻を動かす。A ボタン。何 A ボタンって。鼻を動かす。A ボタン。神獣のマップを手に入れたのね。はい、手に入れました。マップをよく見て。うん。光っている印が、神獣バルッタを制御する端末。あ、はい。ルッタを取り戻すためには制御端末を全部起動させないといけないの。さっきの無効だった端末動かすためかな。頑張って。はい、わかりました。他は何、あ、え、神獣操作、マップ画面から神獣の一部をコントロールすることができる。マップ、あ、はい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 。え、どういうことこれ。何、どういうことどういうこと。今どこの部分だろう。鼻を動かす、実行、鼻を動かす、実行 B。 お、お、お、え、あ、これは鼻が動いてる。
あ、鼻が動いてますね。うん、でも動いたから何よ。どうなるの、動いたから。OK、わかりました。とりあえず、じゃあ他の端末、クリアしないとダメなんですね。光ってる端末のところに行かないといけないんだったら、このフロアは、もうないのかな？このフロアは、上のフロアですね。あと上のフロアに、1、2、3。鼻の先っぽにも1個あるな。鼻の先っぽに行くんだったら、今のまんまじゃダメだよな。じゃあ、まずこの上で。はい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 。動き出してる動き出してる。すごい動いてる。なるほど。鼻の水によって、歯車が動くようになるのか。ちょっと待てよ、じゃあ。なんかこの歯車噛み合ってないけどいいのか。ここにでもね、端末が1個あるんですよね。ここで歯車を止める。ダメか。じゃあもう元のところを、青色になってる。よし。水が止まった。テレテテレテテンって、タイミングよくせないかんのね。タイミングよく、今だ。どうだ、これで使えないか。斜めでも使えるだろう。ダメ、ちゃんと平行しないとダメですか。結構厳しいな。ちょっとでいいよ、ちょっとで。はい、どうだ、これで十分やろ。これ使えるやろ。さすがにこれ以上は厳しい。オッケー。はい、ビート。シーカーストーンを確認しました。残りの制御端末は、あと3個か。あと3個。うん。あなたならできる。かわいいな、これ。顔見たいな、もう一回。よし、じゃあ、あとは？あとは、もう一個の歯車のところにもう一個ありますね。でもあの歯車のところどうやって行くんだ。ちょっと待って。わかった。もう一個の行き方は、これを壊して、ぐるぐる回ってる時に、パラセールで行くと。あそこはなんか、通れなかったしね。じゃあこの上のところに。これで、届くはず。オッケー、行けたー。さあ、ここまで来たけど、あとはどうすりゃいいんだ。ここにあるよね。うん、ここにあるよね。真ん中の部分に。何？何の音？何の音？何の音？どうしたらいいんです？ちょっとなんかハムスターみたいになってるけど。どうやったら通れるようになるんだ、これ。あ、目玉あそこにあんじゃ、なんだよ。違う。ここにある目玉。オッケー。なんだよ、あるじゃねえか。さあ。では、ここから。ここに通じてるんですね。でもこの真ん中の部分にあるんだけど、ありましたありました。じゃあこの真ん中の部分のここに、はい、かざす。お、なんだ、かざす、はい、調べる。全然見えないんですけど、これかざしてんの。シーカーストーンを確認しました。残りの制御端末はあと2個。あと2個ね。あと少し、もう少し、もう少しで会える、君に会える。タイミングが重要だぞ、タイミングが。この辺かな。ここ、 OK、 これで取れる。あ、時間結構余裕あるかな。よし、取れた。開く開く。ちょっと待って。 OK、 開けた。やばい、挟まれる。古代のコア、アキありがとう。危なー、ギリギリセーフ。めちゃめちゃギリギリだった。危な、ペタンコになるところだった、リンクさん。次行くか。でも次どこに行けばいいんだ。次の場所は目のところかな、鼻のところかな。とりあえずこれから先どうやって向こうに進むか、どうやって進んでいったらいい。あれ滝になってるから滝登りにするとか違うかな。分かった。こっから登るんだな。ちょっと待って、よし、こっから登るんだ。上へ参ります。そしてここは多分滝登りできないから向こう側に行くと。ガーディアンゴール、ちょっと待って。 OK、 いけた。いきなりラッシュ。はい、一発でいけるか。一発は無理やったけど追加攻撃で。かっこいい、これ何。ガーディアンランス、ガーディアンススピアが良かったな、名前的には。スイッチがある。
はい、ポチッと。はい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 。滝ができた。オッケー。で、今度からショートカットできますよと。こっちなんかありそう。宝箱とかないかな。あー、もういきなり行き詰まったな。で、あー、今この場所だから、この上かな？こっちでいいのかな、じゃあ。うわ、すごい。なんか、ボスが出そうな雰囲気。この、何もない一直線。雑魚敵すらいないって。うんうん、なんだなんだなんだ？あ、外に出た。花だ！ってことは、この花の、まっすぐ伸ばせばいけるんじゃないか。ウィーン。わ、また目玉がおる。お？目玉を、シュート！どうだ？うまいだろう？さすが英傑リンク。あー疲れちゃったでも。さあ、この宝箱の中は。てりててりてりん、シャフトだ。で、鼻の先っぽにあるんですよね。鼻の先っぽこれでいけないかな。よじ登っていけない。もう、これ以上は下がらないよね。どうしたらいいだろう。パラセールで届かんかな。穴を下げる。ここは届かんかな、パラセールで向こうまで。はい、下がります。はい、下がった。おお、水がすごい。あ、届くかも。あ、届きそうじゃないこれ。普通に先っぽ届きました。ほら、ここあれやん、ミファーに傷を治してもらった場所だよね。あ、何もないよ。ん、棚の先っぽにあったはずだよね。何もないの？じゃあこのまんまちょっと上に上げてみようか。あんま角度上げすぎると怖いから。え？何もないの？あ、あった！そんなところにあったんだ！はい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 。先端は先端でも。怖い！怖い！大丈夫？よしよしよし。もっと上げんと、もっと。もっと角度を上げないと。もう最大まで上げんとダメかな。ちゃんとよかった！ここに足場があって。よし、これで、ピッと。はい、使う。OK! シーカーストーンを確認しました。残りの制御端末は、あと1個。あと1個。もうちょっと。もうちょっとだから、もうちょっと。もうちょっとだけ我慢して。はい、着いた。なんかいろいろた、あ、宝箱がありますよ、あそこ。やっぱ探してみるもんすね。って、取れるのか、これ。どうやって取るんだこれ。どっかに目玉がある。目玉？え？どこにある目玉？ん？どうやって取るんだ。ゴリ、ゴリ。あ、普通に開けると、氷の矢10本。なんだ、普通に開けれるじゃん。ゴリでいかない。あ、向こう側にもなんかあるな。あれ、向こう側の目玉を倒したらこっちが開くのかな、もしかして。モンスターどもから奪った焼き、ちょっと飯食べたかな。焼きバス。ん、どうやって、いや、ちょ、もうこっから弓届かんよな、さすがに。この上らへんから。はい。はい。届かん。この辺。当たったー！あ、もうやっぱりこっちまで消えた。なんだ、ちゃんとした取り方は、あれを倒さないとダメだったんだね。じゃあ行くか。で、どこに行けばいいんだ。お、なんか、え、ちょっと待てよ。この真下か。もうちょっと向こうやけど。ここかな、やっぱり次のところは。頭かな、これ今。はい、入る。パラセル、はい。あ、違う。あ、また回すやつがある。マグネキャッチ。違う。はい。うわ、やばい。これをどっちに回せばいいんだ。右か。ちょっと、どど、回せない回せない回せない。ちょっとやめて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 、ちょっとやめてやめてやめて。パクパクじゃねえよ、パクパクじゃないから。目玉どこ、目玉。おった。はい、オッケー。いやー、お前死んだはずだろ。もう出さないでそれ。で、マグネキャッチ。はい。で、回せるかな。あ、目玉が邪魔だったんだ、回せないのは。はい、ぐる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 。ん、これなんか回して意味あんの。なんか回して意味あるんすかこれ。永遠に回る気がする。お、なんだ、回してなんかあったのかな。回してなんか意味あったのかな。ん、
ちょっと待って、宝箱取りたい。はい、カッパ騎士の槍、結構強そう。んーで、ちょっと待って、また頭から入らないといけないんじゃないかこれ。よし、あ、わかったぞ。あれ、鼻の放水で止めるんだ。違う、こっちだよ。微調整が難しいな、この鼻。さあどうだ、ほら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 、ほら消えたー。テレテテレテディーン。オッケー、これでラストやろ。おー、ありっと。ん？下まで降りればいい？オッケー。はい、どうぞ。これでラスト。全部灯しましたよ。シーカーストーンを確認しました。制御端末はこれで全部。うん。メイン制御装置を立ち上げられる。あ、一番最初ので、使えなかったところかな。マップをよく見て。はい。新しく光っている大きな印があるはず。うん、そこへ向かって。わかったぜミファ。だけど、うん、気を緩めずにね。うん、ボスがおるんやろ。もう絶対おるはずやもんな。でっかいところ。わ、ケツめっちゃ光ってんな。なんか出そうですよこれ。じゃあ向かうか。危な。どこだったっけ、ここか。もう宝箱とかないよな。おー、なんか怪しく光ってるけど大丈夫か。球根が怪しく光ってんぞ。この中から出てくるのか、ボーンってボスが。はい、最後の1個。はい、外した。おー、ガノンの正気がその球根から出てくるんだろう。絶対怪しい。もう卵みたいになってるもん。あれ違った、なんか普通にワープみたいに出てきたぞ。おお、なんだこれ、剣か。これ剣なのか、槍か。うわー、気持ち悪いて。ん、わかった、目玉が弱点。水のカースガノン、絶対あの目玉弱点やろ。ちっちゃいけど気をつけて。はい、あれはガノンが作った魔物。作ったんだ、カワスガノン。100年前、私はあいつに、うん、むちゃくちゃにされた。絶対許せねえな。でも、うん、あなたなら勝てる。オッケー、きっと勝てる。きっとか、多分勝てる。きたー。あれ楽勝じゃない。ライネルさんより弱いぞこれ。ライネルの方が強いじゃねえか。ん？もう終わり？